北極海周辺の地図。赤線は7月の平均気温が摂氏10度である等温線を示す。この赤線に囲まれた部分を北極と定義することもある。なお、この定義は欠片の気候区分における単体と重なる。北極とは地球などの惑星、天体の地軸と地表が交わる点のうち北側のものである北極点の周辺地域。 もしくは北極点そのものを指す。地球上では北極海などを含む地域で特に白夜、極夜の見られる区域を北極圏と呼ぶ。地球の自転軸上の北極点と方位磁石が示す北極である北磁極は異なる場所にあり、1 0 0 0トルほど離れている。そのため方位磁石が示す方向が必ずしも真北とは限らない。南北の磁極は移動し続けている。 地球上の北極点を中心とする北極海及びその周辺の当初、大陸沿岸部を含む地方を北極地方と呼ぶ。北極点は北極海にあるが一年を通じて凍結しているため、氷上を移動して北極点に到達することが可能である。北極圏は天然資源が眠る場所としても注目されていて、その規模は世界の4分の1の埋蔵量を占めるものと、 見られてていいるるロシア連邦のの半島でで天然ガス採掘など一部では開発が始まっている将来においても北極圏は人類の資源採掘において重要な地域として扱われ本格的な開発計画や資源争奪が行われるであろうことは予想に固くないアメリカ地質調査所が2018年に公表した石油 天然ガス資源の埋蔵量に関する報告書には未発見で技術的に採掘可能な世界資源のうち約22%が北極圏にあるという見解が記されている。よって規模がこの報告書通りであるならば今後採掘の際には地球上の資源の2割方を占める量が算出されることが見込まれる。現代でいう北極圏を含めて 大西洋を船で北上する試みは古代、中世ヨーロッパから繰り返され、アイスランドやグリーンランドへの入植、探検、経済活動が行われた。現代において、北極はこの県に位置する国家にとって重要な航路となっており、夏場は商業目的で北極海が重要ルートとして利用されている。現在、地球温暖化による影響も絡み、 高行化の大期間はこれまでより長くなる傾向にあり、2030年頃には夏に氷塊がなくなる可能性があるとされる。それによって北極航路の通年開通が現実性を帯び、物流のコストも従来に比べて格段に安くなるなどのメリットが出始めている。現時点で東アジアと欧州を往来する船の大半はスウェズ運河経由の航路を利用している。この航路を 北極海の航路に変えると、航海距離は約三分の二に短縮され、航行時間も約一ヶ月と約十日ほど短くなる。このため燃料消費量が最大五十パーセント削減できるとされ、二酸化炭素や窒素酸化物の排出削減にもつながる利点がある。また現根においては、中東情勢に絡んだ問題もあり、その緊迫化という政治リスクを低減できることも、 大きい。だが、北極開発は自由に行えるわけではない。国際海洋法に基づいて5沿岸国が主権を主張し、排他的経済水域や大陸法を主張、設定している。EEZ 内での開発には主権国家の同意が必要になる。安全保障上の問題では、航行の自由を主張するアメリカに対して、 自国沿岸の管轄権行使を主張する他の沿岸国との対立が続いており法的規範も現状ではまだ整っていない。また北極はソ連とアメリカなど西側諸国の冷戦以降軍事的な対峙の場ともなっている。北極圏に位置しない諸国も北極海航路や資源開発、安全保障などで関与している。北極評議会は 北極圏に領土を有する各国と他の北欧諸国の正規メンバー8カ国に加えて日本を含む非北極諸国13カ国がオブザーバー参加している。2017年暮れの12月8日、北極に面したロシア・ヤマル半島で中国がロシアに資金協力する形で結ばれた協力案件で LNG 開発プロジェクトでもあるヤマル LNG が正式稼働。 2019年に全面竣工後3本の生産ラインで毎年中国へ400万トンの LNG が供給されている。この量は中国が輸入する LNG 総量の8%に相当し、中国はこの箇所をシルクロードになぞらえ、氷上シルクロードの重要拠点と位置づけている。また中国も北極進出を2004年に行っており、同国は 初となる北極観測基地、黄河基地をノルウェースバールバル諸島に建設している。そして2017年には気象や航路調査、海洋生物多様性調査などで北極を3ヶ月かけ一周する調査活動も行った。一方、北極に近い極東に位置する日本は2015年国家政策の一つ、我が国の北極政策を発表し、航路や 資源開発に取り組む姿勢を示した。前述の北極圏評議会オブザーバー参加に続いて参観学で北極圏の課題を話し合う北極サークルに2018年10月、河野太郎外務大臣が出席し、閣僚を初めて派遣した。上記のヤマル LNG プロジェクトには日本企業も関与している。こうした日本の積極姿勢は 中国の北極進出を視野に入れている。ありがとうございます。